ミソラヒバリは、日本の歌手、女優、実業家。神奈川県横浜市磯子区滝頭出身。横浜市立滝頭小学校、聖華学園女子中学校、高等学校卒業。9歳でデビューし、そのテンプの歌唱力で、天才少女歌手と歌われて、以後歌謡曲、映画、舞台などで、目覚ましい活躍をし持たともに、 歌謡界の女王と認める存在となった。昭和の歌謡界を代表する歌手であり、没後の1989年7月2日に国民栄誉賞を受賞した。本名、加藤和恵。愛称はお嬢。身長155センチメートル。神奈川県横浜市磯国滝頭の魚屋、魚オマスを営む父、加藤マス吉、母、君への長女。 和江として生まれた。マスキチは、栃木県河内郡豊岡村。君江は、東京三屋の出身。妹は、佐藤節子。弟は、加藤哲也、加山武彦。家にはレコードがあり、幼い頃より、歌の好きな両親の影響を受け、和江は、歌謡曲や流行歌を歌うことの楽しさを知ることとなった。 1943年6月、第二次世界大戦に、父、マス吉が、海軍に出征となり、総公会が開かれ、和ズエは、父のために、球団の母を歌った。総公会に集まった者たちが和ズの歌に感銘し、涙する姿を目の当たりとした母、君へは、和ズの歌唱力に人を引きつける、可能性を見出して、地元の横浜近郊から和ズの歌による、 医門活動を始めるようになった。敗戦後間もない1945年、資材を投じて、自前の青空楽団を設立。近所の公民館、銭湯に舞台を作り、和ズは8歳の時に、ミソラカの名で、初舞台を踏む。1946年、NHK、素人のドジマンに出場し、予選で、リンゴの歌を歌い、加藤星は、 合格を確信したが金がならない。審査員は、うまいが子供らしくない、非教育的だ、真っ赤なドレスも良くないという理由で悩んだ挙句、合格にすることはできないと告げた。横浜市磯国の杉田劇場で、初舞台を踏む。翌年の春、横浜で行われたのど自慢大会終了後、加藤星は審査員の小賀正夫のもとに駆けつけて、どうか娘の歌を聴いてください。 と懇願し、カズエはアカペラで、小賀の、悲しき竹笛を歌った。小賀はその子供とは思えない、歌唱力、度胸、理解力に関心し、君はもうのど自慢の段階じゃない。もう立派に出来上がっている、歌手になるなら、頑張りなさいと激励した。1947年、杉田劇場で、漫談の井口聖派続曲のおとまるの前座歌手として出演してから、 この一行と、地方を巡業するようになる。高知県に巡業した際、1947年4月28日、高知県長岡郡、大杉村の国道32号で、加藤募氏が乗っていたバスが、前方からのトラックを避けようとした際に崖に転落。そのまま落ちれば、穴内側で全員死亡だったが、運よく、バンパーが一本の桜の木に引っかかり止まった。は、 左手首を切り、鼻血を流し気絶し、瞳孔も開き貸し状態だったが、たまたま村に居合わせた医師に救命措置をしてもらい、その夜に意識を取り戻した。家に戻った後、父は母に、もう歌はやめさせろ。と怒鳴ったが、和江は、歌をやめるなら死ぬ。と言い切った。1948年2月、神戸小竹劇場への出演に際して、 神戸での工業に影響力を持っていた、暴力団、三代目山口組組長の田岡和夫に、挨拶に出向き、気に入られた。同年5月、まだ無名の存在であった11歳の少女、ひばりの才能を見込んだ当時人気絶頂の、ボードビリアン川田義雄に、横浜国際劇場公演に抜擢された。川田はひばりをそばに置いて、可愛がり、また、ひばりも、 川田を兄貴と呼びよくなついていた。川田に大きな影響を受けたひばりは、節回しを川田説から学んでいる。専門家による、声門鑑定でも二人の節回し、歌い方が一致する結果が出ている。ひばりは、師匠と言えるのは、父親と川田先生だけと後に語っている。川田一座では、当時のスター歌手、笠木静子のモノマネが非常にうまく、 ベビー笠木と言われ拍手を浴びる。純粋に、可愛いと見る層がいた反面、子供が、大人の恋愛の歌を歌うなんてという違和感を持つ、層も存在した。詩人で作詞家の佐藤八郎は、当時のひばりに対し、近頃、大人の真似をするげて者の少女歌手がいるようだと、批判的な論調の記事を書いている。前年10月、喜劇役者、友野淳三郎の劇団。 新風賞に参加し、ドイツ座が舞台興行を行っていた横浜国際劇場と純専続契約を結ぶ。この時、演出していた岡田慶吉に母親が芸名をつけてくれるように頼み、美空ひばりと命名してもらう。横浜国際劇場の支配人だった福島通人がその才能を認め、マネージャーとなって舞台の仕事を取り、次々と、 ひばり映画を企画することに成功した。なお、ミソラばりの命名者、時期については、上記以外も諸説あるが、神奈川新聞に掲載された横浜国際劇場の公演広告の1948年3月8日、掲載文に、ミソラばり同じく1948年6月1日掲載文に、ミソラばりの記載が残っているため、 遅くとも1948年3月以前で、あろうと推測される。悲しき口笛1949年1月、日劇のレビュー、ラブパレードで、笠木の、瀬ハ藩娘、東京ブギウギを歌い踊る子供が面白がられ、同年3月には、東横映画、のど自慢鏡時代でブギウギを歌う少女として、映画初出演。8月には松竹。 踊るリ宮城に出演し、主題歌、カッパブギウギでコロンビアから歌手として、B 面であるが11歳で正式に、レコードデビューを果たした。続いて12歳で、映画主演を果たした、悲しき口笛が、大ヒット、同主題歌も45万枚売れ国民的に一度を得た。この時の、シルクハットに、塩技服で歌う映像は、 幼少期のひばりを代表する映像として、現在も目にする機会が多い。1950年、川田春久と共に、第100不評大隊二世部隊戦敗記念非根流基金募集公演のため渡米。帰国して、すぐに二人の主演で、東京キッドに出演。映画と共に、同名の主題歌も、前作同様の大ヒットとなった。1五十一年、松竹。 あの丘越え手で、人気絶頂の鶴田浩二が奮する、大学生をしたう役を演じたが、実生活でも、鶴田をしたい、ひばりは鶴田を、お兄ちゃんと呼ぶようになった。同年5月新芸術プロダクションを設立。代表取締役社長が、福島通人、役員に、ひばり、川田春久、斉藤虎次郎がそれぞれ就任した。同年、 嵐寛十郎主演の小畜、倉間天狗、各米志士に、杉作少年役で出演。以後これを持ち役とした。1952年映画、リンゴ園の少女の主題歌、リンゴ追いけが、当時の史上最高記録となる70万枚を売り上げる大ヒットとなった。1953年、お嬢さん社長に主演。君へは、ひばりを、お嬢と呼ぶようになり、 その後、周りもそう呼ぶようになった。1954年7月、正式に契約していなかった小畜から、初代、中村金之助と一緒に、映画3本で1000万円と破格の条件で、東映と映画出演の専属契約を結ぶ。契約時に、田岡和夫が同席し過ごんだ。この子を生じで子供ながら気丈なひばりに将来性を、 予見した、岡田茂は、ほぼ一回り年下のひばりの世話係をしながら、歌の実演や、地方工業などと撮影のスケジュール調整をやりつつ、ひばり作品の量産体制に入った。中村金之助と映画、日踊り蔵誌で共演。二人が組んだ時、岡田は、これはいけるとピンときた。東映の月始めはここであった。金之助は翌年、 東映時代劇の大スターとなった。この後、新人男優が、ひばりの相手役となることは、大スターへの登竜門のように言われた。金之助とひばりは、共演後にたちまち恋仲となり、周囲が猛反対した。それでも別れないため田岡和夫が困り果て、岡田茂に頼み、岡田が順々と二人を悟して別れさせた。ミソラひばり1954年。 ひばりのマドロスさんで第5回 NHK 紅白歌合戦に初出場。1955年にはエリチエミ、雪村泉と共に東方映画、じゃんけん娘に出演したことを契機に三人娘として人気を博し、信仰を深める。1956年、ジャズバンドのミツルとスイングビーバーズのおのミツルと婚約。その後、 この婚約は破棄した。初の那覇公演を沖縄東方で行い、一週間で5万人を動員。離島からのファンで、那覇子は大混雑した。1957年1月13日、浅草国際劇場にて、ショーを見に来ていた少女から塩酸を顔にかけられ、戦争時病院に緊急搬送されて入院した。現場に居合わせたブロマイド業者らによって、 塩酸をかけた少女は取り押さえられ、警察に突き出された。犯人の少女は、ひばりの熱烈なファンだったという。この事件をきっかけにひばりは田岡にボディガードを要請し、代わりに工業券を神戸芸能者に委ねる。その後、歌舞伎座公演に復帰。また、 紅白の裏番組として放送されていたラジオ、東京テレビのオールスター大行進に出演していたため、出場していなかった紅白歌合戦に3年ぶりに出場し、出場2回目にして、渡辺浜子、双葉秋子らベテラン歌手を抑えて初めて赤組取りを務め上げ、当時のひばりはすでに芸能界における黄金期を迎えていた。1958年4月1日、 山口組三代目、田岡和夫が正式に神戸芸能社の看板を掲げた。同年4月、三空ひばりは神戸芸能社の専属となり、同年6月にはひばりプロダクションを設立して副社長に田岡和夫が就任した。同年7月、東映と映画出演の専属契約を結んだ。ひばり取物帳シリーズや、 ベラン名芸者シリーズ、ひばりの佐渡城はなど、東映は1950年代後半から1960年代にかけてタイトルにひばりを冠した映画を13本制作、続々ヒット映画にも恵まれた。1960年から始まったベラン名芸者シリーズでは2作目以降、岡田茂に頼まれ、高倉健を相手役として迎えた。 ベラン名芸者シリーズというのは、笠原和夫と笠原良造の脚本で始まったもので、笠原和夫は脚本家デビューして、すぐにミソラヒバリの主演映画を書くという幸運に恵まれ、東映町の娯楽映画のスキルが磨かれた。ヒバリは、東映と専属契約を結んだ1954年から1963年まで10年間、多くの時代劇。 チャンバラ映画に主演し、東映時代劇の黄金期を支え、歌手であると同時に、映画界の銀幕のスターとしての人気を得た。専属期間だった10年間だけで、東映でのひばり出演作は102本に及ぶ。ひばりは、岡田茂さんは、東映時代の恩人。岡田さんなくしては、映画俳優としての自分の存在はなかったと話し、岡田茂は、ミソラばりは、 東映の女優の中で会社にとって最も重要な役割を果たした金之助さんともども東映の土台を作った偉大なスターと表している。今日映画女優としての側面に必ずしも多くの光が当たっているとは言い難いが、生涯で150本を超える映画に出演し、そのほとんどが主演という戦後を代表する映画女優であった。1960年、 愛愁鳩場で第2回日本レコード大賞歌賞賞を受賞、歌謡界の女王の異名を取るようになった。1962年、小林明と結婚。出会いは雑誌が企画した対談の場だった。交際を始めるが、小林は結婚をまだ考えていなかったにもかかわらず、ひばりが入れ上げ、父親代わりでもあった田岡和夫に自分の意思を小林へ伝えるよう頼んだ。 ひばりの意を組んだ田岡は小林に結婚を強引に迫ってきたので小林は断れず1962年に結婚した。君へはこの結婚を心よく思っていなかったようで人生で一番不幸だったのは娘が小林と結婚したこと人生で一番幸せだったのは小林と離婚したことだと後に公言してはばからなかったほどである。小林は 結婚生活でのひばりは、懸命に良き妻を演じようとし、女としては最高だったと、徹子の部屋で10回している。小林は、入籍を希望していたが、ひばりの母に不動産処分の問題があるからと、断られ続け、入籍しておらず、戸籍上ではひばりは、生涯独身であった。ひばりは一時的に仕事をセーブするようになるが、実母にしてマネージャーである君へや、 周辺関係者が二人の間に絶え間なく介入し、結婚生活はままならなかった。また、ひばり自身も歌に対する未練を残したままだったため、仕事を少しずつ再開し、小林が求めた家庭の妻として、そばにいてほしい願いも叶わなかった。また結婚した翌1963年には、マス吉が肺結核により52歳で亡くなっている。 別居後の1964年、わずか2年余りで小林と離婚。ひばり親子に頼まれた田岡から会見2日前に、お前と一緒にいることが、ひばりにとって解放されていないことになるんだから、別れてやれやと引導を渡され、逆らうことはできなかったと、小林は辞書で述べている。記者会見は、別々に開かれ、小林の会見には、田岡と必死はプロ社長。 香山東一郎が同席した。小林は、本人同士が話し合わないで、別れるのは心残りだが、数えが僕と結婚しているより、芸術と結婚した方が幸せになれるのなら、と思って、理解離婚に踏み切ったと説明。この、理解離婚という言葉は当時流行語となった。未練はいっぱいある。皆さんの前で泣きたいくらいだと離婚は、 小林の本意でなかったとも語っている。その1時間半後にひばりも田岡に同席してもらい、記者会見を行った。ひばりは田岡に口添えされながら、理由をお話したいのですが、それを言っては、お互いに傷つける、自分が幸せになる道を選んだと答えた。また、私が芸を捨てきれないことに対する無理解です。芸を捨て、母を捨てることはできなかったとも語り、 今後は舞台を主に頑張ると語った。離婚直後に発表した10は東京オリンピックとも相まって翌1965年にかけて大ヒット。180万枚という当時のヒバリとしては全シングルの中で最大のヒット曲となった。この曲で1965年第7回日本レコード大賞を受賞。1966年には 悲しい酒が145万枚を売り上げ、1967年には、芸道一代、ポップス調の楽曲で、グループサウンズジャッキー吉川とブルーコメッツとの共演やミニスカートの衣装が大きな話題となり、140万枚を売り上げた、真っ赤な太陽とひばりの代表作となる作品が、次々と発表され、健在ぶりを示した。1963年、君へは、 岡田茂に、お嬢のこれからの生き方についてどう思うと相談した。ひばりはそれまで銀幕を中心に活躍し、東映の専属として、東映時代劇を支えていたが、岡田はすでに東映を時代劇から、現代劇中心に転換したいという考えを持っていたから、ひばりちゃんの時代劇はリアリズムからかけ離れたところが、大衆にとって魅力。現代劇では、 魅力は発揮できないと思う。これからは、テレビと舞台だろうと進言した。浅草国際劇場での正月公演のお客の入りが悪くなっていたことから、君へが、ひばりの再出発として、新宿駒劇場から要請のあった初の座長公演を田岡に相談せずに決めたため、浅草の公演を仕切っていた田岡の激鈴に触れ、岡田に泣きつきなんとか田岡の怒りを鎮めた。 揉め事が起こると君へは決まって、岡田を頼った。さらに君へは、岡田に新宿駒の舞台演出を気心知れた、沢島正を希望した。しかし沢島は当時岡田と共に、東映人況路線の扉を開いた東映と、専属契約を結ぶ、メイン監督。当時は五社協定があり、東方系の新宿駒での長期公演の仕事など、無理難題。君へは、 娘のためなら、たとえ火の中水の中という人で、これも、岡田の尽力でなんとか沢島の貸し出しが決まり、東映のメイン監督の一人だった沢島は、これをきっかけに、ひばりの雑木作者のようになって、映画界から遠ざかった。1964年5月、新宿駒劇場で、初の座長公演を行う。 それまで歌だけのステージに芝居を加える舞台公演の第一号。演技者としての活動の場を次第に映画から舞台に移し、同劇場のほか名古屋のみその座、大阪の梅田駒劇場にて長年にわたり座長を張り続けた。離婚後のひばりを常に影となり支え続けたのが最大の理解者であり、 ひばりを誰よりも巧みにプロデュースする存在となっていた母、君江だった。ひばりは傍らに君へを従えて、日本全国のコンサート会場、テレビ出演なども、精力的に活動した。当時のマスコミからは、ステージママの域を超えた存在として、一覧性親子なるニックネームをつけられた。九百七十年八月日系ブラジル人の求めに応じて、サンパウロで、 ブラジル公演。1970年、第21回 NHK 紅白歌合戦で、赤組司会、大鳥を担当。紅白史上初の組司会と鳥の兼任である。この時の歌唱曲は弟、加藤哲也作曲の人生将棋。歌手兼司会の前例はあったが、組司会が鳥を務めるということは、まだなかったため。 ひばりが赤組司会に決まった時点で赤組鳥は青江港の構想が固まっていたところがひばりは司会発表会見でお話をいただいた時は司会だけで歌手としては出場できないのではと思いました来年は歌手生活25周年にも当たりますやはり歌手としては鳥を歌いたいと発言結局ひばりの赤組司会券を鳥が半ば強引に決定した この時期も、田岡和夫は、父親代わりの存在として、ひばりを庇護し、ひばりは1981年の田岡の葬儀にも、出席している。この暴力団との関係が、後の、ひばり、スキャンダルにつながることになった。1973年、実定が起こした、不祥事により、加藤家と暴力団山口組及び、田岡との関係も、問題とされ、 全国の公会堂や市民ホールから、暴力団組員の弟を出演させるなら出させない、と使用拒否されるなど、バッシングが起こりマスコミも大きく取り上げた。しかし、ひばり星は、家族の絆は大事だとし、徹夜を外さなかった。この結果、1973年末、17回、出場し1963年から10年連続で、赤組取りを務めていた。 紅白歌合戦への出場を辞退した。そのためこの年から数年間、大晦日は、日本教育テレビの取り計らいで、同局、ミソラヒバリ賞に出演。以後、NHK からオファーが来ても断り続けた。1977年、当時の同局の人気番組であった、ビッグショーで4年ぶりに、NHK 番組に出演し、関係を修復。しかし紅白に、 正式な出場歌手として復帰することはなかった。1970年代から1980年代、前半のひばりは大きなヒット曲には恵まれなかったものの、この時代に入ると幅広いジャンルの楽曲を、自らのスタイルで、数多くのテレビ番組や、レコードなどで発表し、歌手としての再評価を受けることとなる。岡林のブヤス、木杉隆夫、イルカ、小倉慶など、 時代の話題のアーティスト、クリエイターなどとのコラボレートもしばしば行われた。また、新曲のキャンペーン活動にもこの時代には活発に参加するようになり、1980年には誰もが歌える歌として発表した、お前に惚れたわー、この地道な活動が功を奏す形で久々のヒット曲となった。また1982年には、裏町酒場もロングヒットを記録する。 しかし1980年代に入り、1981年には、実母が、転移性脳腫瘍により68歳で死去。同年に行われた、芸能生活35周年記念リサイタルは、実母が、既得状態の中行われたものである。また、父親の代わりを担っていた、ダオカも、相次いで亡くなった。1982年には、親友の、 エリチエミが45歳で急死し、1984年は、ゼニ型平時で18年間主役を演じ、同番組の最終回に、ひばりが特別出演する等進行のあった、大川橋蔵も55歳で死去した。さらには、ひばりの二人の実定哲也と、香山武たけひこまで、共に42歳の若さで、次々と肉親をなくすという悲運が続く。ひばりは、 加藤和也を1977年に養子として迎えていたが、悲しみ寂しさを癒すためにたしなんでいた酒とタバコの量は日に日に増し、徐々にひばりの体を蝕んでいった。1985年5月、ひばりの誕生日記念ゴルフコンペでプレー中に腰をひねり、両足内側に引きつるような痛みが走ったという。その頃からひばりは、 原因不明の腰痛を訴えるが、徐々に腰の痛みが悪化していく中でも、ひばりはそれを微塵も感じさせない熱唱を見せていた。翌年の1986年には、芸能生活40周年記念リサイタルを東京、名古屋、大阪の三大都市で開催。だが1987年、全国ツアー、四国公演の巡業中、 ひばりの足腰の激痛はついに耐えられない状態に陥った。しかしそんな中、同年2月には、三重県鳥羽市まで出向き、ひばり自らの要望で、鳥羽水族館のラッコを見物。それと同地において、カラオケビデオの撮影にも臨んだ。一テイク撮影後再度撮り直しのために、スタート地点へ戻るよう監督の指示を受けた際、ひばりは段差を登りきれず立ち止まってしまい、 月人の手を借りて歩行し映像を撮り終えた。現在ダムカラオケで、リンゴ追い分け、真っ赤な太陽等のカラオケでは、その頃のひばりの姿が映し出されている。入院2週間前の4月7日には、日本テレビ、コロンビア演歌大更新の収録に臨む。細川隆と、島倉千代子に手を取られ登場し、体調が悪い中、愛さんさんなどを歌った。 同年4月22日、講演先の福岡市で、極度の体調不良を訴え、福岡県再生会福岡総合病院に、緊急入院。重度の慢性肝炎及び両側特発性、大腿骨頭へ死傷と診断され、約3ヶ月半にわたり、同病院にて療養に専念となった。またそれに伴い同年5月に予定された、明治座の講演中止を発表。 入院して約1ヶ月後の同年5月29日、ひばりは、ちょうど50歳の誕生日を迎えていた。その闘病の最中にひばりは、マスコミ人及び大勢のひばりファンたちに対して、今はただ先生たちのご指示をしっかり守り、優等生患者として、毎日を過ごしています。慌てない慌てない、一休み一休み、とうとう吹き込まれた、肉声入りのカセットテープを披露した。 1987年6月16日に、鶴田浩二、7月17日には、石原雄二郎と、ひばり自身とも親交が深かった、昭和の大スターが、相次いで亡くなる中、ひばりは、入院から3ヶ月経過後の同年8月3日に無事、退院を果たし、病院の外で待っていた、たくさんのひばりファンたちに笑いながら投げキッスを見せた。退院後の記者会見では、 もう一度歌いたいという信念が私の中にいつも消えないでおりました。ひばりは生きておりますと感極まって涙を見せる場面もあったが最後はお酒は止めますが歌はやめませんと笑顔で締めくくった。退院後の約2ヶ月間は自宅療養に勤め同年10月9日に行われた新曲乱れ髪のレコーディングより芸能活動の復活を果たす。 しかし、病気は決して感知したわけではなかった。肝機能の数値は、通常の6割程度しか回復しておらず、大体骨頭絵師の治癒も難しいとされた。ある日、里見幸太郎が退院後のひばりを訪ねた際、階段の手すりにつかまりながら一歩一歩降りてきたと、後に語った。それが、里見自身ひばりとの最後の対面だったという。 1988年初頭はハワイで西洋2月中には帰国。同年4月に開催予定の東京ドーム復帰公演に向けて、下見や衣装、当日の演出など、準備段階は止められないところまで来ていたが、足腰の痛みはほとんど回復することはなく、換気の数値も、 退院時の60%から低下して20から30%の状態を行き来する状態にあった。体調が思わしくないまま公演本番の日を迎える。1988年4月11日、東京ドームのこけら落としとなるコンサート、不死鳥、ミソラヒバリン、東京ドーム飛ぶ、新しき空に向かってを実施。この復活コンサートの様子は、現在もテレビ番組で、 しばしば映像が使われ、後に、ビデオ DVD 化もされている。なお、不死鳥をイメージした金色の衣装など、舞台衣装は、森花江がデザインしたものである。この東京ドーム公演の会場客席には、森光子、雪村泉、島倉千代子、浅岡瑠璃子、岸本海子など、ひばりと特に懇意のある、女性芸能人たちも、 ひばりの復帰ステージを見るために駆けつけていた。それとは裏腹に、ひばりにとってはまさに命がけであった。楽屋入りの際には、楽屋前で私服のまま、ひばりは、ファン並びに、マスコミへ向けて、不視聴コンサートへの意気込みを、コメント映像として残したが、このコメント映像に応じるか応じられないかも、ひばりの判断次第でないとわからない状況であった。徳光和夫も後年、 B.S. 朝日、我が心のみそらひばりにて、あのコメントを残してくださったことを心から感謝しています。まさかあんなに状態が悪かったとは思いもしなかったですよと語っている。ひばりはフィナーレの人生一路を歌い終えると、思い通りに歌えなかったのかマイクをスタンドに戻す際に一瞬首をかしげていた。この頃のひばりはすでに体調の悪化で、 前年の退院会見の頃と比べると痩せており、足の激痛に耐えながら、合計39曲を熱唱した。常人であれば歌うことは、もちろん、立つことすら難しい病状の中で、ステージに立った。公演当日は会場に一番近い部屋を楽屋とし、簡易ベッドと共に、医師も控えていた。また、一万一の事態に備えて、裏手に、救急車も控えていた。 公演の際に楽屋を訪れた朝岡ルリ子はまるで病室のような楽屋とひばりの様子に衝撃を受けたと語る。楽屋でひばりはベッドに横たわっており、朝岡が心配そうに大丈夫と問いかけるとひばりは大丈夫じゃないけど頑張るわと笑顔で答えたという。ドーム公演のエンディングで約100メートルもの花道をゆっくりと歩いたひばりの顔は まるで苦痛で歪んでいるかのようであった。とても歩ける状態ではないにもかかわらず、たくさんのひばりファンに笑顔で手を振り続けながら、全開をアピール。そのゴール地点にはカズヤが控え、ひばりは倒れ込むように、カズヤの元へたどり着き、そのまま救急車に乗せられて、東京ドームを後にしたという。当時マスコミ各社は、ひばりの完全復活を報道したが、 ひばり自身にとっては命を削って臨んだ伝説のステージとなった。東京ドーム公演を境にひばりの体調は次第に悪化し段差を一人で登ることさえ困難になりリフトを使い舞台上に上がるほどの状態だった。ドーム公演後全国13カ所での公演が決まっており翌1989年2月7日小倉公演までの10ヶ月間。 全国公演を含め、テレビ番組収録など、精力的に仕事を行った。1988年6月7日には、極秘で再び福岡にて一時入院したが、すぐに仕事を再開することができた。6月の入院を乗り切ったひばりはその後の年内の、仕事も予定通りにすべてこなし、同年7月29日に、広島平和音楽祭に加え、 8月21日には、作音楽祭に出演した。ひばりにしては珍しく、作音楽祭では、屋外ステージで歌った。映像は残され、現在の特番でも放映されている。1988年10月28日には、前日、コーズはからのお友達紹介で、森田和義アワー笑っていいとも、のテレフォンショッキングコーナーに、 最初で最後の出演を果たした。またその頃、秋元康の企画による、不死鳥、パート2との題名で、生前最後となる、オリジナルアルバムのレコーディングも行い、秋元や三宅明といった若い世代のクリエイターとの、開講により、音楽活動を幅広く展開する意欲も見せた。そのアルバムの中には、生涯最後のシングル曲となった。 川の流れのようにもレコーディングされている。なお、ひばりのスタッフ夫人は、当初、母をシングル化する予定だったものの、ひばりが自ら、お願いだから、今回だけは、私のわがままを聞き入れて、と、スタッフに対して、川の流れのようにのシングル化を強く迫りながら、懇願し、結果として、ひばりの希望通りの形となった。そのきっかけとなったのが、 同年10月11日にオリジナルアルバム制作の報告も兼ね、日本コロンビア本社内で行われたひばり生涯、最後の記者会見の時であった。この記者会見前にひばりは、アルバム内の一曲、母を、秋元康氏が、立ち会いの下、公開初披露された後で会見が組まれた。ある記者が、ひばりさん、今回のアルバムを楽しみにされているファンの方々が、 たくさんいらっしゃるかと思いますけれども、アルバムに収録されている10曲がどんな曲なのか、紹介していただけますかと投げかけた。するとひばりは、ええ、もう、川の流れのようにの曲を1曲聴いていただくと、10曲すべてが、わかるんじゃないでしょうか。だから、これからの私、大会へ、スーッと流れる川であるか、どこかへ逸れちゃう川であるかっていうのは誰にも、 わからないのでね。だから、愛さんさんとはまた違う意味のね、人生の歌じゃないかなって思いますね、とのすべてを覆す回答を残した。ひばりの記者会見後、制作部はバタバタしながら1989年1月のリリース準備に入ったエピソードが残されている。同年暮れの12月12.1617日の3日間にわたって、 翌1989年1月4日に TBS テレビで放送された生涯最後のワンマンショー春一番熱唱ミソラばりの収録に臨んだ総合司会は坂井正明が担当し特別ゲストには森光子、森重久也と尾崎正史が出演収録前に歓迎会が行われスタッフからひばりへ花束の手渡しなどがあり ヒバリ自身スタッフの熱意を肌で感じていた。だが、番組収録終了後最後の記念撮影時に、ヒバリが隣に座った番組制作プロデューサーの池田文雄に向かって、この番組が最後になるかもしれないから。私ね、見た目よりもうんと疲れてるのよ。一曲終わるたびにガクッと来るの、と話したという。後に、坂井がヒバリの追悼番組で、当時、 どういう意味での最後かは定かではないが、と話している。しかしプロデューサーの池田は耳にこびりついて仕方がなかったという。足の激痛と息苦しさで歌う時はほとんど動かないままの歌唱であった。この頃すでにひばりの直接的なシーンとなった。 間質性肺炎の症状が出始めていたとされており、立っているだけで限界だったひばりは、歌を歌い終わるたびに巣に腰掛け、息を整えていたという。それでも、同番組のフィナーレでは、番組制作に携わったスタッフやゲストらに、感謝の言葉を述べ、これからもひばりは、できる限り歌い続けていくことでしょう。それは、自分が選んだ道だからという言葉で締めくくる。そして、 新曲、川の流れのようにの歌唱後、芸能界の大先輩でもある森重からの激励のメッセージを受けると、感極まったひばりはこらえきれずに涙を流し続けた。なお、ワンマンショーの放送から遡ること2日前の1月2日には、パパはニュースキャスターの復活スペシャル第2弾にも、田村正和演じる主人公の鏡竜太郎と TBS の廊下で遭遇する。 ワンカットのみではあるが、ゲスト出演。これが生涯最後のテレビドラマへの出演となった。1988年12月25日、26日と、帝国ホテルにて、生涯最後のクリスマスディナーショーが行われ、石井福子や大貞原ひばりの友人も足を運んだ。無理をしての家中、激しいツイストで観衆を沸かせていた。 この時の映像は特番等で稀に放送されたことがある。ディナーショー終了後、石井とオーラが会食していた神楽坂の料亭に連絡なしにいきなり現れたひばりが浪曲歌入り観音業を歌唱。石井は2010年6月に TBS 系で放映された特番で全身が創けたったの。素晴らしかったですよ。 なんで取っておかなかったんだろうと今でも悔いていますと語った。1989年1月7日、昭和天皇が87歳で崩御。翌日の1989年1月8日、元号が昭和から平成へ移り変わったその日、ひばりは平成の画神会に流れ着き命の歌いを穏やかにという短歌を詠んだ。その3日後の1月11日、 川の流れのようにのシングルレコードが発売される。しかしこの時のひばりの灰はすでに病に侵されていた。1月15日、演歌の花道とミュージックフェアへそれぞれ VTR で出演。各番組の最後で川の流れのようになど数曲を歌ったが、ミュージックフェアが放送時間上ひばりにとって結果的に生前最後のテレビ出演となった。 同番組の1989年第1回目の放送は、ミソラばり特集として1月8日に予定されていた。だが、昭和天皇の放御に伴い特別編成が組まれ、1週間、先送りとなった。この頃のひばりは、ドーム公演時から見てもさらに痩せ、明らかに体調は悪化していた。なお、1月中のひばりは、熱海への家族旅行や、 両国国技館の大相撲見物のほか、自宅での静養が多かったとされる。体調が一時期平行線であっても、好転することはなかった。コンサートの数日前、早めに、現地入りしたひばりは、医師の診療を受けた際に以前より病状がかんばしく、ない状態であることを告げられていた。それでもこの年の全国ツアー、歌は我が命で、スタートさせた初日、 2月6日の福岡、サンパレス公演で、持病の観光編の悪化から来る、シアノーゼ状態となる。公演中の足のふらつきなど、舞台袖から見ても明らかであったが、ひばりは、周囲の猛反対を押し切り、翌日の小倉公演までの約束でコンサートを、強行した。2月7日、九州厚生年金会館での公演が、ひばりの生涯最後のステージとなった。同日、 ひばりは車や新幹線での移動に耐えられないほど、衰えていたため、急遽ヘリコプターを使用しての往復移動となり、会場の楽屋入り後すぐひばりは横になった。酸素吸入器とともに医師が控え、肝硬変の悪化から来る、食道上脈瘤も抱え、いつ倒れて吐血してもおかしくない状態だったという。当時同行した和也は後に、 お袋はもう気力だけで立っていたんだと思います。お医者さんには、間髪入れずに、倒れて出血したら、もう終わりです。喉を切開して、血を抜かないと、窒息をしちゃいますよ。いつ倒れても、おかしくないですからねと言われてたんで、袖で陣取っていたんですけど、ここの時ほど心細い時はなかった。本当、死んだ親父やばあちゃんがいたらな、って思いましたよと語っている。 開演時間になるとヒバリは起き上がり、ステージへ向かう。廊下からステージに入る間の、わずか数センチの段差も一人では乗り越えられなかった。またコンサート中大半が、椅子に座りながらでの歌唱であった。あまりの体調の悪さに、もともと予定されていた楽曲を一部カットしていた。息苦しさを、MC でごまかすヒバリだが、翌3月に診断される。 特発性間質性肺炎の病状は進行していた。だが1100人の監修を前にヒバリは、全20曲無事に歌い終わった。2月8日、2年前と同じ再生回、福岡総合病院に検査入院。一旦は退院し、マスコミから避けて、福岡の知人宅に2月下旬まで滞在後、再びヘリコプターで帰京。その際、東京ヘリポートから自宅までは、 車での移動であったが、体力がすでに限界を超えていた。3月上旬に入ってからは、自宅西洋の日々が続き、ツアーを断念せざるを得ない状況の中でも、同年4月17日に、自らの故郷である横浜に新しく竣工した、横浜アリーナのコケラ落とし公演が予定されていた。この舞台に立つことに執念を見せるひばりは、私は、 横浜アリーナの舞台に立ちたい。ここでの公演だけは這いずってでもやりたい。と一方的に譲らず、母の体調を案じて、公演の中止を迫るカズヤに、ママは、舞台で死ねたら、本望なの。余計な口出ししないで。と突っぱねるも、カズヤは、あんたが死んじゃったら、残された。俺は一体どうするんだ。と反論すると、たびたび口喧嘩をし続けていたという。 その抗論の日々が書かれた直筆の日記が今も特番で公開されることがある。その頃、石井福子の紹介で近所の診療所の医師に診察を仰いだが手の指先や顔色も青ざめたひばりが診療室に入ってきた姿を目の当たりにした。その医師からひばりは肺の状態の説明も受け専門医のいる病院への入院を強く進められた。 そして3月9日に数時間、西洋中の自宅を訪れた、診療所の医師から強い説得を受けると、ひばりは椅子に腰掛けながら、真正面を向いたまま、涙を流し、何かを悟るかのように長い時間沈黙があったという。その沈黙の後、ひばりは、ついに再入院の決断を下した。3月中旬にひばりは再度検査入院した後で一時、退院。 3月21日には、ラジオの日本放送で、ミソラ・ばり感動をこの一曲と題する、10時間ロングランの特集番組へ、自宅から生出演した。番組終盤には自ら、ひばりに引退はありません。ずっと歌い続けて、いつの間に飼いなくなるのよ、とコメント。これが、結果的に歌以外では、このラジオ出演が、ミソラ・ばりにとって、 生涯最後のマスメディアの仕事となった。ラジオ生放送終了直後、体調が急変したため順天堂、大学医学部付属順天堂委員に再入院となった。再入院から2日後の1989年3月23日、アレルギー性気管支援の悪化、難治性の咳など、呼吸器系の療養専念のため、横浜アリーナのコケラ落としコンサートをはじめとする。 その他全国ツアーをすべて中止し、さらに歌手業を含めた芸能活動の年内休止が息子のカズヤから発表された。カズヤは本当の病名をヒバリ本人には最後まで伏せていたが、ヒバリは3月上旬に診察を受けた際に医師から間質性肺炎の説明を受けている。しかしずっとカズヤには知らないふりをして過ごしていたという。なお、 闘病生活を書き記した、ひばりの付き人の記録に、米紙の血管が破れそうにドキドキするとあった。診断で、間質性肺炎を発症した原因は、不明とされ、この病気の治療には、ステロイドホルモンが有効とされているが、すでにひばりは肝硬変の症状も出ており副作用の懸念から、ステロイド剤はほとんど使えなかったという。 その後もはっきり報道されないひばりの容態から、もう歌えない、復活は絶望的などと大きく騒ぎ始めるマスコミに対し、入院中の5月27日に再入院時の写真などとともに、麦畑ひばりが人は飛び立ちて、その鳥打つな村人よ、とのメッセージを発表。さらに、私自身の命ですから、 私の中に一つでも悩みを引きずって歩んでいくわけには参りませんので、後悔のないように完璧に人生のこの道を歩みたいと願っているこの頃ですと、と録音した肉声テープを披露。だが2年前の入院時と比較するとヒバリの声は、ほとんどバリがなく、弱々しいものであった。結果的にこれが、ヒバリ本人が発した生涯最後のメッセージ及び、肉声披露となった。 それから二日後の5月29日にひばりは病室で52歳の誕生日を迎えた。同じ頃、ひばりの実妹佐藤節子は看病していた時に突然お姉ちゃんがポロポロと泣き出してしまって、節子、私はまだ生きられるのって、何言ってるのまだ52歳でしょこれからも頑張って生きなきゃダメよ。って励ましたら姉ちゃんは、 そうだね、カズヤを一人残して死ねないよね。頑張るわと、珍しく私の前で弱音を吐いたと10していた。しかし、誕生日から約2週間後の6月13日に、呼吸困難を起こして渋滞に陥り、人工呼吸器がつけられた。ひばりの生涯最後の言葉は、順天堂医院の医師団に対して、よろしくお願いします。頑張りますだったという。またカズヤが、 死の数日前に、おふくろ、頑張れよ、大丈夫だよと声をかけると、ひばりは、最後を覚悟したのか両目に涙をいっぱい溜めていたと、後に、かずや自身が語っている。そして1989年6月24日午前0時28分、特発性間質性肺炎の症状悪化による、呼吸不全の併発により死去、52歳だった。6月25日に、つや、 翌日26日に葬儀がひばり亭で行われ、芸能界やスポーツ界、政界からも多数の弔問があった。なお、ひばりの棺を乗せた霊柩車者がひばり亭を出る際には、多くのファンが沿道を埋め尽くし、彼女の死を悼んだ。7月22日に青山葬儀所で行われた葬儀には4万2000人が訪れた。主は也が務め、葬儀では、 よろずや金之助、森重久や中村明子、大貞春、和田明子、トンネルズの石橋貴明が長寺を読み上げ、北島三郎、雪村泉、森政子、藤井文也、近藤正彦などひばりを慕った歌手仲間が、川の流れのようにを歌い、ひばりの霊前に捧げた。戒名は、自称院三空日和清大師。墓所は、横浜市営日野公園墓地にある。 菩提寺は、港南区の小道寺。ミソラ・ヒバリの通算レコーディング曲数は1500曲、オリジナル楽曲は517曲であった。1988年、福島県岩き市、塩屋崎を舞台に作詞されたのが縁で、乱れ神の歌詞が混流された。ヒバリの死後ここを訪れるファンが増え続け、1990年に、新たなヒバリへ火が立てられ。 周辺の道路420メートル区間も岩木市が整備を行い、ひばり街道として1998年に完成した。さらに2002年には、幼少期のひばり周ニエが悲しき口笛のひばりをモデルにした銅像も混流になった。毎年約30万人のファン、観光客がひばりを忍んで訪れる。1989年8月21日。 35枚、組、517曲を収録した、ミソラ・ヒバリ大全集今日の我に明日は勝つが、CD とカセットテープで発売され、1989年11月20日現在で6万3000セットが販売された。定価6万円と、音楽ソフトとしては高額ながら、オリコンでは、最高級位を記録した。1989年には、ヒバリの音楽ソフトが、 年間120億円を売り上げた。1997年時点でも年間で約15億5000万円を売り上げ、日本コロンビア所属の演歌歌手としては、現役歌手を抑えて最も売り上げが多い。1993年4月、京都市の嵐山に、ミソラばりリが、開館、愛用品のコレクションなどが展示され、ファンや観光客が訪れていた。 しかし来館者数の減少により、2006年11月30日に一旦閉館。その後運営主体をひばりプロダクションに変更し、2008年4月26日に京都嵐山三空ひばり座と改名の上、リニューアルオープンした。2013年4月26日、開館5周年イベントが催され、この場でひばりプロ社長、 加藤和也から同年5月31日限りで閉館することが発表。同館は5月31日限りで閉館された。しかし、京都嵐山美空ひばり座の閉館からおよそ半年が、たった2013年10月12日には同じく、京都市にある東映渦正映画村の映画文化館の1階に、京都渦正美空ひばり座が、改めてオープンした。 館内には舞台衣装、台本などのゆかりの品々が約500点並び、東京ドームでの不視聴コンサートで着用したドレスや、初めて東映映画に出演した1949年の喉の自慢鏡時代以降の全員93作品の復元ポスターなどが展示されている。さらに2014年5月には、 東京都目黒区のひばり邸の一部を改装し、み空ひばり記念館として改めてオープンさせることが発表され、同年5月28日に女優の中村名子、タレントのビートたけし、歌手のゴーヒロミラーを最初の客として迎えて、東京目黒み空ひばり記念館のオープニングセレモニーが行われた。1999年舞台。 元禄効果マイナス千年の恋の森、劇中歌としてレコーディングされた、流れ人が、ひばりの死後発のシングルとして発売された。1998年12月、同舞台の再演の準備中に当時録音された、音質の良いテープが、日本コロンビアで発見されたものである。2005年公開の映画、オペレタタムキゴ・タたむき御殿では、デジタル技術で、 スクリーンに蘇り小田切城や、チャンチーと共演した。日本を代表する伝説的ボーカリストとして、多くのアーティストやタレントに影響を及ぼし、企画版や未発表曲が定期的に発表、ビデオ上映コンサートも開催されるなど、永遠の歌姫として根強い人気を獲得している。2019年5月29日の日本コロンビアの発表によると、 レコード CD などの物理メディアの総売り上げは約1億1700万枚に達する。この数字にはインターネット配信での売り上げは含まれていない。内訳はアナログレコードがシングル4850万枚、アルバム2150万枚、カセットテープが2650万枚、8トラックテープが900万本、CD が1150万枚。2011年には、 23回期で、ミソラ・ヒバリ・トレジャーズや、ヒバリ・千代人よなどを発売した。ミソラ・ヒバリ・トレジャーズは、日本コロンビアの創立100周年の記念も、金発売された、トレジャーブックである。この商品には、ヒバリのエピソード全69話からなる本や写真133枚、サインや手紙のレプリカが十八点、未発表曲、ガツの砂漠を含む、 計30曲が収録された2枚組の CD が収められている。1万セット限定で1万3800円で発売された。ひばりちおひとよは1001曲の楽曲を収めた CD56 枚 &DVD2 枚の12万円のセットである。構成は1949年のデビュー曲カッパブギュウギから1989年のラストシングル。 川の流れのように、呆れたねまでの、シングルコレクションが32枚、580曲。ジャズや、民謡の、カバーコレクションが17枚、304曲。他にも、オリジナル曲が5枚、93曲。カラオケ DVD が2枚、24曲で1001曲で、ある。森花絵デザイン特製赤いコサージュや、特製写真立て、特製 CD、キャリングケース。 カラー写真集、別冊歌詞集、味方世収納ボックス、おしどり、インザ・ナイト、あの歌、この歌、ミソラ・ひばり昭和を歌うが特典であった。単一歌手が1000曲以上を収録したボックスを発売するのは初めてで、最大収録数である。2012年、1950年に行われた第100、不評代替2世部大隊二世舞台戦杯、記念飛行流基金募集公演の、 アメリカ合衆国サクラメント公園の録音が発見された。2013年9月18日にはミソラ・ヒバリ河田春日サインアメリカ1950のタイトルで CD が発売された。この記録は日本人による海外ツアーの先駆けの様子を記録した資料としても貴重である。2013年にはヒバリが 芸能生活35周年として1981年に出演したテレビ番組ザスターを映像補正の上編集した作品ザスターミソラヒバリが公開された富士テレビの倉庫で発見された同番組の未放送部分を含むマスター収録テープをデジタル技術で復活させヒバリの代表曲や同番組でのみ披露された未発表曲 ウォークアウェ y 思い出は涙だけを歌い上げるひばりの姿がスクリーンで上映された。2016年5月29日未発売音源の桜の歌を CD 化し発売。1976年7月1日に発売されたシングルとは別バージョンとなっている。2019年9月29日放送の NHK スペシャルでは過去の膨大な映像や音源をもとに 最新の AI 技術を用いて、ひばりのライブを再現する試みが行われた。4K3D の等身大のホログラム映像で、ステージ上に本人を出現させ、ヤマハが開発した、真相学習技術を用いた歌声合成技術、ボーカロイド、AI により、新たに制作された楽曲、あれからを歌わせる様子が放送された。また、CG によるひばりの振り付けは、 天道よしみのモーションをもとにしている。2019年12月31日放送の NHK 紅白歌合戦でも蒸気 AI によるライブが行われた。没後の1989年7月、長年の歌謡界に対する貢献を評価され、女性として初めてとなる国民栄誉賞を受賞し、息子の加藤和也と付き添いとして、よろずや金之助が、 受賞式に出席した。その後も和也は、ひばりプロダクションの社長として、ひばりの楽曲管理や様々な検証活動に関わることになった。彼女がすごいのは、演技が悪いお菓子にしてしまうところですよね。普通だったら恥ずかしくて歌えないのに、歌唱力を持って照れずに歌うから笑えない。人に聞くと、ひばりさんは面倒見が良かったらしいんですよね。つまり、 自分の後継者や崇拝者を作れない人は、それ以上大きくなれないんじゃないかと。ロックだろうと演歌だろうと外人だろうと全部同じですよ。そういった意味で、あの人は偉大だったと思います。世界一ピッチが良い人です。マトリックスよりピッチが安定しているヒバリが作詞し、生前に曲がついたものは22曲ある。そのうち十八曲は自ら歌い、花の命。 太陽と私、騎馬の女、ロマンチックなキューピット、真珠の涙などの作品はシングル発売された。1966年に夢見る乙女を作詞し、可愛がっていた広田美恵子へ提供した。ペンネームで加藤和恵の名前を使用した。その際ひばりはあえてシングル B 面での発売を要請したという。また、十五夜、片瀬月、ランプの宿で、 の三曲は、生涯にわたって、実前のように可愛がっていた、島倉千代子に提供された。夢一人をイルカが作曲し、ひばりの歌で1985年5月に、シングルがリリースされている。後年、イルカ版も制作され、2002年5月に、マキシシングルとしてリリースされた。草原の人をツンクが作曲し、松浦彩が歌った。筆名、加藤和恵。 またこの表題の松浦主演ミュージカルも演じられた。さらに派生してこの表題のミソラ・ヒバリ表伝本も出版された。2010年には生前交流があった岡林信康が、ヒバリが岡林に送った一通の手紙に書かれていた歌詞から、レクイエム麦畑のヒバリという楽曲を制作し、岡林のカバーアルバム、レクイエム、我が心のミソラ・ヒバリに収録された。 1980年代、少年時代のカズヤが、ビートたけしの大ファンだったため、テレビでたけしと共演した際、息子が会いたがっているのよと強引に自宅へ連れ帰ったことがある。その一部始終もテレビで放送された。トンネルズも大ファンだったことから、カズヤの誕生会にトンネルズの二人を呼んだというエピソードがある。さらに、前述のように、 トンネルズのオールナイト日本の生放送中にも急遽出演し、お嬢、タカ、ノリと呼び合えるほどの信仰を深めた関係であった。現在、ひばりプロダクションの代表取締役社長をカズヤが務める。コロッケが小学生時代のカズヤに接するひばりのモノマネをしたことがあった。ダウンタウンデラックスでカズヤが誕生日に当時ファンだった仮面ライダー全員が ひばりの力で家に集合し圧巻されたと語った。下記に主な代表作を記述する。詳細は公式サイトの全映画出演作ディスコグラフィリストを参照。2000年5月現在10から190万枚第7回日本レコード。対象受賞曲側の流れのように引く150万枚第31回日本レコード。 大象特別栄養化首相受賞曲悲しい酒から百四十五万枚、真っ赤な太陽から百四十万枚、リンゴ追い分けから百三十万枚、乱れ神港町十三番地鳩場だよ、お父さん東京キッド悲しき口笛五十万枚。二千十九年現在川の流れのように引く二百五万枚、柔らから百九十五万枚、悲しい酒から百五十五万枚、真っ赤な太陽から百五十万枚、 リンゴ追分けから140万枚、乱れ神から125万枚、港町13番地の120万枚、東京キッドから120万枚、悲しき口笛から110万枚、鳩場だよ、お父さんから110万枚など多数。没後に、レコードや CD のアルバム版に収録された音源を、新たにカップリングしたシングルの発売が、継続的に行われている。ひばりは百五十四年。 第5回、及び1957年、第8回から1972年、第23回までの16年連続、通算17回出場し、うち13回取りを務めている。通算17回の出場という記録は、1972年、当時の紅白歌合戦における、史上最多記録である。なお、 ひばりには初出場以前の九百五十三年一月第三回と同年大晦日の第四回にも出場のオファーがかけられていたが第三回は正月工業第四回は年末の公演との兼ね合いからひばりサイドが出場を辞退しているまた出場していない九百五十五年第六回と九百五十六年第七回はラジオ東京テレビの オールスター歌合戦に出演するため、出場を辞退している。上述の通り1973年、第24回では事実上の落選となったが、1975年、第26回以降、ヒバリが死去する1980年代後半まで、NHK は、幾度となく、ヒバリに対して出演オファーを行っていた。その結果、1979年、 第30回では、特別出演という形で一度限りながら、紅白への復帰が実現している。磯子ごく、杉田指定目の横須賀街道に面した劇場で、日本飛行機の関連工場を改装したもの。建物の裏は、海だった。なお2005年3月開館のクエーホール、横浜市磯子区民文化センター、杉田劇場とは別物であるが、 ひばりデビュー公演のチラシなど急劇場の関連資料を保存、展示している。戦後間もない当時は、警察の力が弱く、自回りへの挨拶は必要不可欠であった。ひばり星はこの記事を長く保存し、八郎に敵外心を持っていたと言われるが、後に八郎と和解している。ただし、ひばりにはすでに1953年1月、第3回の時点で、 出演のオファーがかけられていたが、第3回は、正月工業。その次の1953年12月、第4回は、年末の公演との兼ね合いから、ひばりサイドから出演を見送られた経緯があり、NHK にとっては3度目の、ラブコールが実った形となった。当時、那覇を含む沖縄は、日本本土から分離され、 琉球政府を通じたアメリカ合衆国による沖縄統治が行われていた。もともとは、ひばりのために書かれた曲ではなく、1960年に、北、三沢厚氏が歌った曲であった。岡田は1964年に、東映京都撮影所所長に就任し、興行不振の続く時代劇から、人気映画に徐々に切り替えを行う、んぼんラインプレミアム。岡田茂。 東映相談役、テレビと X 役ザ二つの映画で復活した。ヒバリ主演の時代劇は、安定した人気を保っていたが、1966年頃から、ヒバリ作品まで当たらなくなるほど深刻な状況に、陥った。やむを得ず、岡田がヒバリに、直接、ヒバリちゃん、悪いがもう映画は取らんよと伝えた。ヒバリは、これで、 私には映画の話は来なくなるわねと寂しい顔をされ、岡田を困惑させた。映画を通じての付き合いはなくなったが、岡田とひばりの交友は、生涯にわたって続き、ひばりは1989年に病状が悪化し、順天堂大学医学部付属順天堂委員に入院したが、これは岡田の広島高等学校時代からの親友で、産経スポーツ。 1975年5月21日号、15ページ、沢島忠史前仕事、197、478、479ページ、同院の維新肖像、元順天堂同士、理事長の手引きによるもの。岡田も、系列の順天堂大学医学部附属練馬病院で、亡くなっている。哲也は、1957年、小野徹の芸名で、 ひばりの前世紀には、歌手デビューし、多くの東映映画に出演、主演を務めたこともあったが、1962年に、引退。もともとひばりの弟という売り込みで、ひばり関連の工業などで、役者や、松なぎの歌手もこなしていたが、三代目山口組、増田組の射程頭となっていた。翌1963年には、突破工場容疑。 賭博外朝ずり等、1964年には、拳銃不法所持、1966年には障害、暴行、拳銃密輸、1972年には暴行で、逮捕と、刑事事件が続いていた。事実上は落選。この頃 NHK には、ひばりを出すなという苦情も多く来ており、また数年ヒット曲に乏しかったこともあって、 理事会ではほぼ満場一致で決まったという。ただし、1979年の第30回には、藤山一郎と特別出演、ひばりのマドロスさん、リンゴ追い分け、人生一郎の3曲をメドレー形式で歌った。ミソラひばりは、当時12歳頃、主人公の男女が喉自慢大会を見物をしていたシーンでおよそ40秒出演していて、 涙の紅バラを歌っていた。映画会社が作品完成後倒産してしまい、行方不明であったが、神戸市にある神戸映画資料館が約40年前にフィルムを購入しており、文化庁の女性により内容を精査していたところ、2016年1月に出演が確認された。1974年第25回に島倉千代子とフランク永井が、 いずれも18回目の出場を果たし、更新。ひばりのマドロスさん、リンゴ追い分け、人生一路のメドレー。ありがとうございます。